綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、皆さんこんにちは、まおです。ちえです。前半見てくださいましたか？はい、どうですかね。来ました。来ましたか。さあ後半は何をするのでしょうか。じゃじゃん。はい、後半は2人でペアみたいな形で回っていただいて、スクランブル、いい方のボール採用で、多分バーディー出ると思うんですよ。はい、で今日お泊り企画じゃないですか。はい、おそらく飲むとかあると思うんで、はい、飲んじゃう、飲んじゃおうよ。一つバーディーを取るごとに、その飲み物とかおつまみ代を1000円プレゼントします。ちょっと頑張ろう、頑張ろう。はい、前半は2人ともノーバーディー、ノーバーディー。確かに、確かに。ああ、じゃあゼロもあるかもしれないね。はいはい、じゃあ見てください。はい、バイバイ、行ってきます。寒いね、まだ寒い。お願いします。お願いします。おい、ナイスショー、ナイスショーが言える。しかも今度チームだしね。確かに、ね、確かに応援するわ。お願いします。お願いします。でも風が強い、これ、アゲンストに負けてない。風強い。ゆかちゃんあれですね、はい、ちょっと今回はあまり出番が少なそう。前半はいろいろカタカナ禁止ゲームで大活躍してもらったんですけど、ちょっと今回ボール拾いを。ボール拾い、お、ありがとうございます。144ヤードです。144ヤードね。はい、144ヤード。おお、めっちゃいいよ。すごい、お、かっこいい。これは打つ必要ある。あるよ。なんかさ、7番じゃ弱い気がするけど、まあ乗っ取るけんいった。強気でいってくれ。まあそういう時もあるよね。次入れてくれれば何の問題もないから。仲間なんじゃないのか。励ました、ね、あ、励ましたのか。今の励ました。上りの、はい、チェがちょっと先、いや、マンゴー打つよ。あのライン見せるからそれですね。よし、ごめん、もうすぐ、結構まっすぐ、もうすぐ、最後ちょっと左打ちしたくない。うん、強く打ってきた。そうだね、ショートしたら罰金ぐらいのレベル。強めに。うまい、うまい、来た。うわー、うっそー、入ったと思った。ピンピン、入ったと思った。パーで、ナイスパー。うわぁ、惜しかった。いきなり行ったと思った。ですよね、ピン抜けば。ありがとう。良かったですね。でもいいコンビですね。めっちゃ良かった。うん、なんか期待できるね、今日。入ったと思ったもん。うまかった。ね、天才かと思った。ありがとうございます、先輩。先輩のおかげで、ああいう球が打てた。はい、見せてやったかな。ありがとうございます。パターの順番決まった感はありました。決まってないです。ました。なんかさ、後半可愛いね、全然。ね、マークが。マークがね。前半と違う。
ほんとだ、貯金箱になってる。貯金箱だって。え、入ってないの？ほんとだ。入って、見えんね。なんかさ、中埋まってるよ。そう。誰も入れ、埋められてる。で、見て、330ある。330といえば？330といえば？330。わかんないんですか？ちょっと放送事故だから壊さないでもこれ乗ってるだけ乗ってるだけ330といえば山原さんってそういう冷たい人間ですよね。山原さんって冷たい、ね、冷たい人です。あ、お誕生日ですか？そうです宮崎千恵ちゃんは3月30日でございます。で、このホールは330ヤードです。千恵ちゃんのホールなので期待しましょう。ともちゃんのホールないんだよな。絶対ないんだもん。918ヤードですけど。そう、あの千恵ちゃん、あのどっか海外行ってましたよね、試合。1月は台湾。あ、そうですよね。来週はベトナム。あ、そうなんだ、すげえ。英語教えてください。英語できるの？ちえちゃんできんの？ちえちゃん英語バリバリできます。ハローすごい、ね、やばい、全然問題なくない？全然、そこ狙いました。早くこれね、ティーっていうか、学んだわ。ありがとう。いい感じ。めっちゃいいんじゃない？すごい。マジでプロ。カットで。ちえちゃんで。でもちょっとあれだよね。安心しきっちゃうっていうかね。あれだけやられちゃうとね。すごっ。これもう入っちゃうじゃん。ナイス。ナイスバーディー。ありがとう。いいよ、踊ってバーディーの前に踊ろ。バーディーの前にせーの腰使いがまだちょっと勉強してくる。そうだ、ワンバーディー、チェーちゃん、嬉しい。チェーちゃんワンバーディーです。次はショートです。ショートの山だ。ショートの山だから待たせ。はい、お願いします。うまい、うん、美味しそう。です。美味しそうです。いい感じじゃない？美味しい。美味しい。あ、まだあったの？見といてね。前に置いて。見て。これは、うん、か真帆ちゃんが入れてくれるからパター持たなくていいよって言ってくれました。これはこっち教えて。これくらいで打ってみる。え、いい感じ。うん、確かに。ダメでした。うん、まだ1000円1人1本飲み物買えるけど、ちょっとおつまみはついてきてないんだけど。確かにデザートは絶対買えない。コンビニピノ1個買ってみんなで開ける。あ、そうやね、仲良く。
い、とりあえず今のところワンバーディーっていう感じです。はい、でお酒も買うんすよね今日。はい、みんなどういうの飲むんですか。こう、まあ、なんかタック飲みみたいな感じのイメージだった。うちお酒とか飲めない。すぐ酔っ払っちゃうから。この日も10杯くらい飲む。10杯とか飲むの、ちえちゃん。この日かな。この日でもちょっと一口飲むと可愛くなっちゃうんですよ。もういいや。ゆうかちゃんは飲めるのお酒。少し飲めます。少し。あ、ゆうかちゃん前やっぱほろ酔いなのかな。そうすると、そうですね、そういう感じのやつで、ね、じゃああれですね、ワンバーディーじゃ全然足んないですね。ちえちゃんがいっぱい飲むんだね。ちえちゃん言わないですよ。頑張ってください。はい、バディ、ありがとう。頑張ります。そうだね。スイーツ買おうね。スイーツ買おう。ちょっと満足いくぐらい買えるぐらいは取った方がいいね、バディ。余っちゃったぐらいがいいですよね。確かにね。こんなに買えないよ。うん、確かに確かに。なんか笑ってる。無理しなくていいよ。ちょっと何から作るよ。お姉ちゃん大丈夫ですか？ちょっといつもいつも。はい、はい、はい、お願いします。